体的な技っていうよりも、またちょっとぼやっとした質問なんですけど、試合前とそうじゃない時とか、例えば試合前のこのぐらいとかで、こう練習の内容とか方法とかって結構変えたりされてました。どういうその考えのもこそ試合に向けてなんかこう練習してたとか。試合前は試合の時にターンもう得意パターンしかやらないとか、例えば1週間前はもう怪我したくないから打ち込みのみみたいなとか、そういう練習の組み立てっていうのとか、あと考え方とかですかね。そういうのをちょっと知りたいんですが、まあ、練習強度は、強度はその若かったり、まあ体力戻る人なら、とにかく試合当日にベストパフォーマンスというかベストコンディションで臨めるようにしていたので、とにかくそれを心がけた。で、個人的にどうだかって言われたら、俺もう 2,3 日前からやんないけど、選んどりは、で、まあ、走った方がいいなと思ったら走ることもあったけど、まあ、減量があるとまた全然違うんでね、そういうので変えて、強度って言えばそうで、その練習内容は別に変えなかったけど、多分なんかその得意技を多くしたかとか、あんまりランドリーって選べないじゃん。選べない気がするんだけど、あとまあ打ち込みしようと思っても、あんま打ち込みの受けが下手いとなんかムカつくだけなんで、あまりやんないし。そんな感じかな。で、とにかくでもいろんなことした方がいいよ。まあ、別にさ、試合に出あの減量するんだったらあれだけど、別に試合に出なくても、じゃあちょっとこの日にピーク持ってこようとかさ、別に、いうでそのピーキングというかコンディショニングの練習は何度もやって、いろんな変数を変えて、食い物とか、睡眠時間とか、でも何が効くか全く分かんないからね、気休めにしかならないかもしれないけど、でも明らかにこれはダメだっていうのはやめれるかもしれないしさ、あとまああんだけコンディショニングを試してベストで臨んでるっていうのは、俺技とかよりそういうのの方がよっぽど自信になると思うけどね。あとそれとか、俺はやんなかったけど、こう 2,3 日睡眠時間むしろ逆にすごいコンディションを悪くして、どのぐらいパフォーマンス出るかなとか、して別に、そんでも別に普通にやれればコンディショニングそんなに気にしないでいいじゃんって思えるかもしれないし、なんかそんな感じ。とにかくと、試合前1週間で強くなるってことはそんなありえないんで、俺はコンディショニングの方がよっぽど大事だと思うよ、気持ちと体のね、もう試合当日の頑張りとか何の意味もないから、相手が強ければ負けるし、弱ければ勝つだけで、相手がどんなに緊張してようか関係ないから、どんなに自分が緊張してても弱いやつには勝つし、強いやつには負けるから、どんなに万全でだろうが、だから普通の練習もいろいろ考えるといいぞ。そこにあんまり注意向けなくていいと思うんだけどね、俺は。ちょっと2割自分のこの練習に向けるエネルギーの1、2割ぐらいでいいんじゃないかな。それでいいですか。それに関係するけど、例えば僕その大体試合まで3週間ぐらい切ると、なんかあんまり新しいことをやらない、その変に新しく覚えて試合中できるかので失敗するのが嫌なので、新しいことやらずに今知ってるので、まあどうやるかとかちょっと精度上げるっていう風な考え方をやってるんですけど、なんかその新しいのを取り入れた方がやっぱりこうかかるかとか、なんかそういうのも結局相手次第かなっていうのもあると思うんですけど、なんかそういう練習内容っていう意味の質問もあったんですよ。結構ね、それは性格もあると思うんだよね。で、俺はその
僕は受験勉強とか得意だったんですけど、はい、そのあんまり試験前に新しいことを覚えようとかはあんまりしなかったけどね、はい、怖くてなんか、うん、入ってんのが こぼれたり、はい、ごっちゃになったりしたら嫌だったからさ、はい、でもそのあのシューバが桜庭にこうギロチンされた時に投げて落として肩関節脱臼させたことがあったけど、あれはなんか試合前のあの控え室で聞き、はい、その日聞いた技だみたいなことは言ってたから、はい、そういうことも起こり得るのかもしれないけどね、うん、だけどでも、まあ、結局そのハイリスクハイリスクハイリターンローリスクローリターンどっち選ぶかみたいなもんで、はい、それはもう正確だと思うよ、うん、受験も分かりやすい、うん、俺受験で5択問題とか出たらさ、はい、全部分かんない時全部 A にしてたもんだからどれか当たるじゃん、はい、うん、4つは外れるけどどれかどっちかって言ったら俺そういう性格なんで、もうそれは多分ここにいる人、いやそんな、いや俺は全部変えるぜ、だって当たるかもしんないじゃんみたいな人もいるからさ、うん、でもそれみんなそれで自分が後悔しないような選択をしてるはず、まあそう後悔しない選択をして、うん、外れたらもうしょうがないねって思うじゃん、うん、だからでもそれでもその両方やるといいよ。試合前に新しい技バーンすげえやって試合出たら、はい、おそれって勝ちましたわっつったら、じゃあ俺この方が良かったんじゃねって思うかもしれないじゃん、はい、それは本当に、うん、もう経験した方がいい、ごめん、もうちょっと喋ると、はい、昔白帯の頃とか特に混乱しきってるから、はい、新しいの聞くとその試合だろうがやっちゃうからさ、はい、そのやられたそういう経験があるって言ったけど、でも紫ぐらいになったらその新しい今までの知識がこんだけあって新しい知識こんだけぐらいしかないから、うん、そんなに惑わされないかもしれない、そこで適切な判断をできるかもしれないじゃん、はい、そうだとしたらその白帯の頃こんだけしか知らなくて試合前にこんだけ知ったからなんかごちゃごちゃになるのはあり得るから、そう、それを恐れてなんか上手くなってもそれをしませんっていうのはもったいないのかもしれない、うん、うん、だから、うん、何度も言うけどやってみるのがいいぞ、はい、ありがとうございます、あとな、ありがとう、あと